上品な書斎ですね。私も使っていいのでしょうか。でしたら購入した製図もここに置けますね。あと割引セールの時に買った雑貨品とかも。空間を最大限活用するにはきちんと計画する必要があるかもしれません。おや、こんな時に私のところを訪ねてくるなんて意外ですね。古本、何か用があるのですか？もちろんです。環境も設備も最上級のもの。実に快適な住まいです。それどころか快適すぎて帰った後の落差が。嫌です。本気で言ってるんですか？ただで済ませてもらっている以上文句は言いません。では私もいろいろ考えてあなたにメリットを与えましょう。そうすればお互い貸し借りなしですね。それどころか快適すぎて帰った後の落差が。本当ですか？こんなに素敵な場所、家賃も払わずに住み続けられるなんて、私は夢を見ているのでしょうか。ただで済ませてもらっている以上、文句は言いません。では、私もいろいろ考えて、あなたにメリットを与えましょう。そうすれば、お互い貸し借りなしですね。いいですよ。今は気分がいいので。何か聞きたいことでもあるのですか？そうでしたか。簡単なことです。私は博識ですよ。天文学から地理学まで熟知しています。しかし、先生方面の知識は、きちんと解説するには時間がかかってしまいますね。いっそのこと、日常生活の中で使える実用的な知識を教えましょう。例えば、消費期限が間近に迫った食材でも、適切な調理方法で調理すれば、コストパフォーマンスの高い食事ができます。ほとんどのお店は毎月割引セールを行うので、その時に乾物などを買いだめしておくといいです。それらを主食にすれば、お腹いっぱいになれる食事ができますよ。それと、自分で加工して作った肉製品は、お店で買う既製食品より安く済みます。そのまとめ方は失礼です。これらはすべて人生の修行において重要な一部、客観的世界の法則の洗練と要約なのです。どうやらあなたには厳しくする必要がありますね。世界の断りを理解するためにもあなたにはもっと修行が必要です。いっそのこと、日常生活の中で使える実用的な知識を教えましょう。もちろんです。それと自分で加工し試してみれば全部使えるものだというのが分かります。あなたがそれを学んだ後に世界の真相に隠された謎をたくさん教えてあげましょう。古本、はい。あなたの都合のいい時に一緒にバカンスに行きましょう。無人島とか静かなジャングルとか。仕事を一旦中断してリラックスした時間を過ごしましょう。そうでしょうかって、もしかして私が研究にしか興味のない研究マニアだと思っていたのですか？私が行っているのは世界の真実に触れること。バカンスもそれを実現する方法の一つです。結構前からこの計画を立てていました。お金を貯めるのは容易ではありません。ですので特別に貯金箱を用意しました。報酬をもらうたびここに少しずつ入れてきたのです。ハードカバーの研究志向を買うことにも耐え、ようやく貯めることができました。いえ、それだけの価値があります。はい、あなたからのお知らせを楽しみにしています。無人島とか静かなジャングルとか。仕事を一旦中断してリラックスした時間を過ごしましょう。
もちろん準備してあります。結構前からこの計画を立てていました。お金を貯めるのは容易ではありません。ですので特別に貯金箱を用意しました。報酬をもらうたびここに少しずつ入れてきたのです。ハードカバーの研究志向を買うことにも耐え、ようやく貯めることができました。それはどういう？お気遣いありがとうございます。しかしこれは私がやりたいことですので大丈夫です。はい、あなたからのお知らせを楽しみにしています。おや、ここ本、何か用があるのですか？もうお休みの時間ですか。はあ、いつも時間が足りないと感じてしまうのは気のせいでしょうか。おやすみなさい。きちんとした休息をとってくださいね。